はい、無罪でございます、ではゼロ、月はみの仮面、引き続きやっていきましょう。これはどう、あ、こっちか。あ、こっちだね。扉の向こうから音が聞こえる。この音を聞いたことがある。え、この部屋はなんだ。うわ、これってこれって。これは神楽の舞台。わあ、これ出るでしょう。間違いなく出るでしょう。激しい。
ちょい。やばい。すげえこれ。急ジレにするか。あ、くるくる回る。ちょっと、これなんでくるくる回るの。ちょっと待って。あ、ここやばい。ここ来たらあかん。なんでここでくるっと回るの。なんでくるって回るんだろう。結構何でここでぐるって回るの。あ、ちょっと、あー、ダメだ。なんでぐるって回るんだろう。非常にやばい。
やもう、もう浸水がない。私はあの日祭りの最中に連れ去られ、この奥にずっとずっと奥、深く深く激しかった。建物の奥、ちょっとさ、疲れた。え、ゼロ式フィルム？
なんかさっきあの人形の音がしたんだよね。ほらほら、いた。すごい、青い威力のかけら30個。まあご褒美だね。36個あるから、どうしようかな。ちょっと貯めとこうか。ここはなんだ。何かある。
えの間由来。祭壇にパネルのようなものがついている。祭壇の奥から淀んだ空気が流れ込んでくる。ん？光ってるって何だ？これか。瞑想する器と奏で。うわあ、なんかもうあんまり回復もない。さあこの面を。びっくりした。背を向ける父。今の背中、お父さん？これ出るでしょう。いいか。ん？何？ここ何反応してんの？狭い、これ狭い。
あ、どこだ？あ、いた。どこだったっけ？ここか。どこだどこだ。あ、いた。こんなとこ。階段の前で苦しむ少女。え？あ、消えた。修験道広く。ゲロ式フィルム。さっき落としたんだよね。ほら、やっぱいた。
この奥にいつも父がいた。あれ、開かない。面を準備せねば。修験道から帰る父の影。おっと、30個きた。これは、まあ、60か。まあいいか、ちょっと置いとこうか。開くのかな。うわ、開くやん。何やこ。ここは私が住んでいた家。はい、ということで9の職ですね、嫌い語、これでクリアですね。はい、ではね、次回は10の職進めていきたいと思います。はい、じゃあ今回はね、この辺で終了します。ご視聴ありがとうございました。野沢陽でした。